どうも大好きです。今回はスペインで使った旅の費用について紹介していきます。で、僕は1年間の旅の間にスペインに、約15日間滞在していました。で、滞在先としては主に南スペインのアンダルシア地方というところに滞在していて、都市の名前を挙げるとセビリアとか、ロンダとかマラガとかグラナダとかそういうところに滞在していました。で、僕は最後の滞在する国がスペインだったので日本に帰る便も取っていて、スペインのバルセロナから日本に帰る便を取っていました。なので、アンダルシアで主に滞在して、バルセロナに数日いてから日本に帰ったっていう経緯があります。で、僕は年末年始にそのスペインにいたんですけど、その時のスペインは他のヨーロッパ、例えば北欧とかポーランドとかと違って、結構温暖な気候っていうのがあるんで、年末年始にもかかわらず結構観光客がいたりとか、トレッキングしている人がいたりとか、あとはビーチで海水浴している人なんかも結構いたりして、年中観光の客が、来る場所なんだなというふうに思いました。で、今回は、まあ、主にそこで過ごした、時の費用について紹介していきたいと思います。で、僕が行った時は、1ユーロあたり120円で取引されていたので、日本円で計算するときはこのレートを、参考にしたいと思います。で、早速、旅の総費用から紹介していきたいと思います。で、僕は15日間滞在して、その時にスペインで使った旅の総費用っていうのが、約6万4500円でした。で、これを1日あたりで計算すると、1日あたり約4300円というふうになりました。で、この4300円を他のヨーロッパの国と比較すると、例えばトルコに行った時僕は1日あたり約2900円というふうになりました。で、あと、イタリアで言うと、イタリアは1日あたり、3700円というふうになって、この2つの国は、スペインよりも若干低いっていうふうになりました。で、僕の中では、イタリアよりもスペインの方が物価が安いっていうふうに思っていたんですけど、上から言うと、まあ、フランスとかイギリスとかそういうところが来て、真ん中にイタリア来て、スペイン、ポルトガル、東欧とかと思ったんですけど、スペインの方が若干高くなったっていうのがあったんで、僕的には結構驚いたっていうのが、あります。生活水準とかあんまり変えずに旅していたんですけど、実際こういうふうに、なっていきました。で、なんでこういうふうな、金額になったかっていうのを、僕が使った金額をもうちょっと細かく説明してから、それを紐解いていきたいと思います。まず、宿泊費についてです。で、宿泊費なんですけど、夜行バスとか何回か僕使ったんで泊まってないという日があって、その宿泊施設に泊まった日数は13日に、なっていました。で、その13日で使った宿泊費の、総計っていうのが19,700円でした。で、これを1日あたりにすると1日あたりの宿泊費用が、約1,500円というふうになりました。で、僕の中ではスペインはもう少し安くなるかなと思ってて、1,200円、1,300円とかだと思ったんですけど、実際蓋を開けると1,500円ぐらいでした。まあ、年末年始っていうところもあって、閉まってるゲストハウスとか、ちょっと値上げしているゲストハウスとかも多分あったと思うんで、このぐらいの金額に少し、上積みされたっていう感じだと思います。で、一方、イタリアは1日あたりの費用が、約1,750円ということで、イタリアの方がスペインよりも若干高くなったっていうふうになりました。で、例を挙げると、バルセロナだと、僕年始の時にバルセロナ泊まって、その時の費用が、最安で約1,550円でした。で、年末のセビリアの時は僕が泊まっていた最安の、ホテルが、1,160円というふうになりました。で、年末年始、31日と1日は、アンダルシア地方の小さい町、ロンダというところに泊まったんですけど、その時は個室で1泊、約1,800円というふうになりました。そういう時、ゲストハウスってあんまり空いてなくて、本当にホテルも探してとか自分で行って泊まらせてくださいという感じだったんで、まあ、やむなし泊まらせてもらって1,800円というふうに、今回なりました。なので、まあ、時期とか、オフシーズンとかによって、その辺の値段は変わってくるんだなというふうに今回感じました。次に移動費、交通費についてです。で、交通費はまず細かいのから言うと、セビリアの地下鉄メトロに乗った時なんですけど、これが1回あたりの料金が約160円でした。で、グラナダで市バス、市内を走るバスに乗ったんですけど、その時は1回あたり約170円でした。で、大きい長距離移動の時が何回かあって、で、セビリアからロンダまで、2時間、あるんですけど、その時に使った、バス代金っていうのが、約1,350円というふうに、なっていました。で、ロンダから、マラガ、またちょっと、1時間半ぐらいかかる距離なんですけど、この時にかかった金額が約1,290円でした。で、グラナダからバルセロナ、この期間が、
区間が結構長くて13時間ぐらいかかったんですけど、そこで使った金額っていうのが、約6200円というふうになって、そのスペインで使った旅の総費用の中で一番、高い金額がこの、バス代6200円でした。で、年末年始だったんで、本当にこのバス代とかは、値下がり、値上がりっていうのが半端なくて、僕が次取ろうとした日にちだと8000円とか、バルセロナからグラナダなんですけど、そういうふうになっていたりとかして、ピーク時がいつかわからないんですけど、もう少し安く収まったりとか、もう少し高くなっている時期があったりとかっていうふうなのがあるんで、この辺に関しては、まあ時期とか、まあそういう、まあ土日とか、そういうところによって、金額差が出てくるんじゃないかなというふうに、感じました。次に観光代金についてですね。観光地は結構ベタベタなところを今回言うんですけど、世界遺産に選ばれている場所で言うと、セビリア大聖堂ってすごい有名な、スペイン三大聖堂に選ばれている聖堂があるんですけど、そこの入場料が、約1080円。で、グラナダにあるアルハンブラ宮殿っていう、まあ、宮殿、まあ、城塞にある宮殿があるんですけど、そこの金額入場料が約1680円。で、スペイン、バルセロナにあるサンパウ病院っていう、20世紀に作られた結構、まあ、近代建築っぽい、病院があるんですけど、それが入場料が約1800円でした。なので、基本全部1000円を超えていて、1500円ないし2000円弱っていうのが、まあ、ベースラインになってくるんじゃないかなというふうに思います。で、イタリアも、まあ、結構歴史的な建物とか、その観光地っていうのがあるんで、この辺に関してはあまりイタリアとの差は、なかったんですけど、まあ、両方ちょっと高いのかなというふうに個人的には、感じました。あと、細かな、費用なんですけど、まず、タバコについてですけど、タバコは、安いタバコを買って、それが1箱あたり約470円でした。これは、日本とあんまり変わらないぐらいの、値段じゃないかなっていうふうに感じました。でも、他の、ヨーロッパの有名な国、例えば、イギリスとかフランスとかドイツとか、そういったところは、結構このタバコ代が高いんですけど、スペインとかポルトガルとかに関しては、まあ日本と同じぐらいの値段でタバコが売られている、まあいい国だと思いました。で、水、1.5リッターの水は約120円っていうので、これもあまり日本とは変わらないんじゃないかなというふうに感じました。で、料理とワインを僕は最後の国だったんで、レストランに行って何回か頼んだんですけど、料理をまあ4品、頼んで、で、ワインも3杯、4杯飲んで、その時の値段が2950円でした。で、3000円いかないぐらいで自分の満足できる飲み物と食事を、摂取することができたんで、まあ、スペインは結構生活費とかもあんま高くなくって、まあ、美味しいものも、食べれるっていうので、結構自分の中では、ヨーロッパ旅したんですけど、居心地のいい国の一つ、でした。はい。というわけで今回は、スペインで使った旅の費用について紹介していきました。で、僕は15日間スペインに滞在して、そこで使った旅の総費用っていうのが、約64,500円でした。で、これを1日あたりと計算すると、1日あたり約4,300円、使ったというふうになりました。で、これはイタリアと比べると、イタリアは、3,700円だったんですけど、それよりも若干高く、なったっていうのが、あります。で、僕が行ったのは年末年始の時期だったんで、交通費とか多分宿泊費が若干高くなっていて、まあ、ここで値段の差が出たんじゃないかなっていうふうに思いました。で、最後補足情報なんですけど、僕がバルセロナから福岡に帰ったんですけど、その時のフライトの料金が2回乗り継ぎがあって約45,000円でした。はい、というわけで今回は以上です。また色んな動画を上げていきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。